そう、まあ、ちょっと、まあ、今の話を総合すると、まあ、結局僕が真髄なんちゃうかなって思ってた、まあ、観察力みたいなところも、まあ、結局その吉田和也 の強さの一つでしかないって話にはちょっとなっちゃうんやけど、まあ、ちょっとこう今の話を例えばいろんな人がこれをちょっとこの動画を見てなんかこう自分に適応していくとしたら、例えばそのじゃあナックルサーブしかない人というか、まあその切る練習とかは今後もしていけばいいんやろうけど、なんかその例えば、まあ、回転あんまかけれなくてもこういうことを普段から考えながらやればその相手を見れるようになるとか、なんかこう一言というか、 そこがまずベースやったっすね、今日のこの話の。そう、まあ、僕はこうどうやって強くなるのかって話にちょっとつながってましただいぶそれたけど、いや、いい、全然大丈夫。なんかその、もともとサーブってナックルって、うん、サーブで点を取りたいっていうサーブじゃないじゃないですか、うんうんうん、でも相手の考えてるところも全部を待つって難しいですね、うんうんうん、だから何か待ってるんちゃうかなっていう部分を、うん、やっぱり見とかなかったんです、はいはい、この人はナックルやと思っててもどこに対して動き出しがスムーズないんやろうとか、もうなんか、まあ、構えてる位置前におるとかもそうやし、うん、短いの出した時にスッと足が前に出てくるとか言ったらこの人は大体台上待ってるなとか、うんうんうん、なんやったらちょい長めのサーブを出すとかハーフ系出すとかっていうのだけでちょっとこう相手のやりにくいレシーブやりにくいな、ナックルなんやけどなんか待ってるとこと違うとこ来るなみたいな感じになるんで、うんうんうん、ナックルはそもそも効けへん、これはラリーのサーブやだけで終わらさんと、うん、はいはい、ナックルでも待ってないとこに来たらより甘いレシーブとかが来るぞっていうのを諦めずに観察せない、うんうん、なやし、なんかまあいいように捉えたらその相手が苦手な場所とか、はい、コースとかをナックルサーブの方がむしろなんか分かりやすいというか、そうですね、分析しやすいというか、はい、苦手でも例えば回転めちゃくちゃあったら返ってしまうだけでいいレシーブになったりするから、いやこいつここ苦手なんかなっていうのをちょっと分かりにくかったりするけど、ナックルやと もろにちょっとそれが自分でなんかせなあかんし、うん、何でもできるサーブじゃないですか、うんうん、何でもできるのに言ったらツッツキしかしてけえへんやったら、うん、何でもできるのにツッツキしかしてけえへんでツッツキしかできへんやんってなる、はいはいはい、フリックもできてストップもできてチキータもできるのに、うん、このサーブ自体はでもそれしかせえへんことは、うん、他でけへんやんっていう風に絞れるじゃないですか、うんうんうん、そもそもこのサーブはこれしかできへんっていうのもあったりするのに、うん、何でもできるサーブにこれなんややったら、うん、まあ、この人のレシーブの選択肢でこれなんやなやったら、うん、ほなもうこれで待っとこう、フリックで待とうとかツッツキで待とうとかっていう風に、うん、自分の3球目もよりこう絞りやすくなります。こんな感じでどうですか。いや急にというか今の話こうなんか 全国のサーブ切れない人になんかとんでもない勇気を与えたってちょっと思います。そのナックルサーブが全然重要じゃないっていうことはみんなそんな思ってないと思うけど、そこまでの使い道があるのかっていうふうには多分考えてないというか、だからそのエースとかは取れへんかもしれんけど、なんかこうそういう分析にはむしろ持ってこいというか、相手をなんか、はい、それってその普段の練習相手とか練習してる時とかになんかこう見ていった方が、なんかその練習とか自分が動く練習とかって多いやんか、どちらかというと、けどなんかこうこういうところに気をつけてやってたらなんか試合でも相手見れるようになったみたいなとかってある。それかもう試合中にもう頑張ってその見る訓練をしていくしかない。それもそうですね、うん、やっぱ試合の中で練習のフォアにつっついてくださいとか、うん、フォアにフリックしてくださいって、うん、お願いしてやってくるやつって相手ほんまにそれ試合でするかわからんじゃないですか、うん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 、だから参考にあんまならないんですよ。あ、だからもしそのサーブを出す、まあ、フォアにナックルを出すとするじゃないですか、うん、でそれをフリックしてくれとかチキータしてくれっていう練習でやってもこの人はこれをしてくるんやっていう情報にはならないんで、試合の中で探るか、それとも
サーブから折るっていう練習をしたら、はいはい、試合になるんです。それをフォア前に出した時に、うん、この人は何してくるんやろ、うん、それで自分がチョイスしたことしかやらへんから、うんうんうん、こっちからお願いしてチキ出しては自分がやらへんのにチキ出しようとするじゃないですか、うんうん、でもサーブからオールやったら何をしてもいいわけやのに、うん、フォア前に来たナックに対してチキ出してくんやったら練習通りこいつはチキ打を選択肢として入れとるなにもなるけど、うんうんうん、その時にはあストップしかなくて、うんうんうん、練習ではこっちいろいろ要求してたのにこの人何でもいいって言ってんのにストップ多いな、うんうん、強いなやったら、まあ、試合でこの人はそもそもこういう選択肢しか持ってないんやなっていうふうになるじゃないです か、うんうん、だか試合でもそのやっぱ見てもいいし練習でもお願いをせんと何でもいいよにしといて同じサーブばっか出した時に何してくんねんっていうのを勝手に見る、うんうんうん、でまあそれ絞り同じサーブすぎるとさすがになんか山張ってきたりとかもするから、うんうん、ある程度散らしながらのここに来る時って何すんねんやろってよりこう絞って意識しておくと、うん、不意に出すフォア前にはツッツキしかしていけない、うんうん、なるほど。え、今は変化サーブを出しつつそういうところも見てるってこと？そうっすまあそれは分からへんわ相手からしたらなんていうかな変化サーブで分かるか分からんかだけじゃないところ以上にいろいろ見られてるってことやんか。そうです。なんか、なんだろう変化サーブ系やけどわざと取りやすいサーブとか出したりとかしてそれに対して どっちで取ってくるかなとかこんぐらい出したらかけてくるのか出してんのにつっついてくるのかなみたいなとかっていうのもあります。単純な興味でしか興味本位やねんけどその1試合あったらどれぐらいの時間までそういうのを費やしてるの1セット目丸々とか2セット目の前半とか1セット目はもう絶対丸々そんな感じです。ああもう取れんくても全然いいんだよ感じ取れんくてもあの1セット取れなくても全然自分がそう、はい、あ落としってわけではないやんな。そうただ相手のどういうのが得意なんやろとか、うん、なんか自分の何のサーブ効くかなみたいなのを探る時間であって、うん、1セット目絶対取れんのに2、3、4で絶対取ったらいいわけだから、うん、その中で1取ったらバカでかいですよ。それはでかい。弱点いろいろ把握したのに1も取れたわ。僕の感覚やと何も調べて何も分かっていってないからには1は絶対取りたい何も分からんで相手にバレてて1取れへんかったら絶望的めっちゃくちゃ、ね、ほんで1セット目取るけど相手になられて2セット目逆に取られるみたいなのは僕の負けパターンとしてはめっちゃあんねんけど探られるあんまりなんか先行逃げ切りっていう考え方は卓球的にはそんなによく、まあ、よくないって言ったらまあスタイルによるのかなやっぱり。そうですね。もう最後まで3球目でボーンって押し切るとかやったらあれかもしれない、うん、まあそんだけ種類と威力があれば、はい、あれやったけどなんかだからあれですよね。よくこうサーブ教えてくださいで、うん、絶対キックサーブ教えてください、うん、ないじゃないですか。あるとしたらその球種じゃなくて自分の目をやしこらそうなっていくしかないってことや、ね、今のこの条件揃ったらこのサーブ絶対効くわ、うん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 、でもその条件が揃わんくての絶対効くわ、うん、ないと思うんですよ、うん、だからもう数々の自分の布石があった後やったらフォアロングでもいいんですよ。なるほど。ワールドのあのヘア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 いろんな布石をした後やったらあれが絶対効くサーブにもなりえるし、はいはいはい、普通の下ブッチが効くにもなる時もあるんですよ、うん。だから単体でこのサーブが出せたらこの切れ味が出たら絶対効くはないと思います。うんうん、だから3回連続出したら絶対効くサーブも絶対取られるようになってきますから、うんうん、だからそのピッチャーで160キロ投げるから打てへんかいたら、うん、それしかなかったら通用せんかないんじゃない。ピッチングマシンやったら打つ人いっぱいいるもんね。だから結局キャッチャー的要素の方が重要かな。はい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 。この人苦手な、あどのコース内角がとか、あの変化球、なるほど、これで見せてとかっていう、そっちの要素の方が大事なんですけど、ピッチャーのなんかカーブ投げれた方がいいですか、うん、っていう質問で来ると、投げれた方がまあええと思うけど、めっちゃ分かりやすく答えてたんでしょ、キャッチャー的な要素、めっちゃ確かに、
こう視点が全然違うな。特にそのサーブにコンプレックスがある人はなんかピッチャー的目線で球威を上げなか、うん、変化球増やさなかみたいなところをめっちゃ見るじゃないですか、うんうんうん、何キロまでこのストレートが速くしたらいけますか、うんうんうん、みたいな。まあそんな中でもそのナックルサーブやったとしても精度であったりとか出したいところに出さなあかんとか、そうそうそう、そういうのはあるけど、はい、それがまあほんまのサーブ練習というか、そうそう、よりもうちょいここにこれあったらええわって気づくと思うんですよ、うん、あ、そういうのやってるとね、多分キャッチャー的要素で、うん、もうこのもう絶対こいつ今これ持ってるやんって感じに、うん、なんでその時にコントロール悪くて真ん中寄っちゃうんですか、はいはいはい、やし、このピッチャーこの球種ないけど今出したら絶対決まってんだよなみたいなあって、それを思った上でサーブ練習で身につけたら、うん、使うべきタイミングも分かるんですよ。だからもう自分はピッチャーでもありキャッチャーでもあるというか、そうそう、めっちゃ深いな卓球じゃん。ほんますか卓球、え、ほんますかって何一気に深くない感じのいやでもこの目線でサーブ取り組んでる人とか、まあ、そのめっちゃ強い人はそうなのかもしれへんけど、なんか、僕らレベルっていうか、まあ、ほぼ僕レベルっていうか、とかその僕らぐらいのなんかその草の根レベルの人やったら、やっぱどうしてもピッチャー的な目線に意識が寄りやすいから、うん、そういうこう意識の、持ち方一つで、多分普通になんか見え方が変わってくるというか、なんかもっと切らなあかんとかもっと早くないとあかんとかじゃなくて、なんかこうもうちょっとこういろんな目線でサーブって上達するんやなっていうのが分かれば、それはそれでなんか自信にもなるし、はい、楽しくもなるよね。だから球遅いって言ったって、うん、スローカーバー星野選手が打ったりとか、うん、それがすごい特徴になるやつ、うんうん、そういう風にその使い道によってはすごく良くなったりするし、うんうんうん、ただ全部遅いやったらあれやから、なんかちょっと早めもあったら早く見えるやん、うんうん、っていうその見せ玉もあるし、だから全然そのナックルだけがダメでもない、うん、でも他があったらよりそこの迷いにもなるよねっていうのもあるけど、でもその使い方としてのもうピッチャーがもうスローボールしかないとかやったら、うん絶望や、考える力もなく、うん、同じところで同じボールを出すっていうのはもうバッティングマシンになっちゃうんで、うん、まあだからどんだけ甘くてもいいとかわけじゃなくて、そう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 ってことやもんね、そうそう、うん、それを散らせるかとか、うんうんうん、そういうのを要素としては大事やでっていう方が、うんうん、確かに多いと思います、うん、まあなんかこう始まりは結局なんか観察力みたいなところからいらしてもらったんやけど、まあその、まあ、吉田選手の強さの、 根幹は、なんかまあ、線形的な部分でいくと、まあ、いろんなこう線形というか、なんかもう、ぶち切って打ってきた時もあれば、ナックルサーブの時もあって、ラリー力を高めた時もあって、それで結局、全体的なバランスが良くなったっていうのも参考になるし、こうサーブも、まあ、切れなかったりとか威力とかに悩んでたりとかしても、まあ、考え方一つでというかそのキャッチャー的目線を持てば、はい、そのまた見え方が変わってくるかもしれへんしっていうところでなんか、まあ、いいヒントになるんちゃうかなっていう個人的には思ったのと、まあ、結局人それぞれ持ってるサーブの種類とか精度とかも違うと思うから、まあ、僕のサーブじゃあ切れなくてもどういう風な精度を伸ばせばいいですかみたいな、まあ、悩みがある人がいたらまずいからのところでまたそう駆け込みに来てくれたらいいなと思います、はい、お待ちしてます、はい、まあ、ちょっとこうちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、今回の対談はこれで終わらせてもらおうと思います、はい、ありがとうございました。